ちょっくら行ってくるぞ、うん、お帰り。なんか波良かったような気がするけど。うわー、もういきなりのサイズアップ、ほぼクローズ状態。ということで、ちょっと場所を静めに移しましょうね。どうなったら、できるけど、こんにちは。ちょっと髪型ダサいでさ、まとって。いや、わからんよ。やっぱね、熱狂的なファンにはわかる。髪型ダサいね。熱狂的なファン見てみたいけど。ファックス。まだコールド？
クールクールだよ。でさ、ミヨ今これ 1.5 なんだけど、うん、もうそろちょっとシーガルでもやっちゃおうかなって。教授に頼もう。うん、俺もうポチッとするだけになっとるで。ということで今日の波はこんな感じです。うわ、意外な相当選ばなかったんだよ、俺。全然乗れんやつよ、これ。フルダンパーやもん、これ。こんなことある？何がおかしいんや。かわいそうになってきた、俺。午前中か午前中だけに。本当かわいそうになってきたわ。いいの。昨日がよく感じたもんね。どう？出た。頑張ってじゃあ。まあ期待してた。うん。Stars wide-eyed
間クローズになってきた。最後のちょっと当てに行くの早かったな。ああもうちょっと待って当てれば。前の板よりも返しが早いもんでさ。悪いけど待ってるからね。もうお疲れ様でございます、うん、お疲れ様です。じゃあれ、うわなんかキモいもん入っとった。いや入ってないよ、耳くそやってそれ。違うって、みや毎日掃除しとるもん。え、キモい、これ花びらよ。え、花びら、海藻かな、耳の中入ってったんだ、まあ、ということで砂の中、ジャリジャリよ。あのさ、みよマウスピースしとるやん、うん、マウスピースなんか砂砂なんだけど。じゃあお疲れ様。お疲れ様です。どうやった、わからんかった、よくわからんかった、うん、まあ全部ダンパーに見えるもんな全部ダンパーかもしれんけどなこれ、うん、まあでもやっぱここレギュラーがやっぱり走りどころがちょっとある。うん。見とっても、まあ海のいいところは今日はあんまりないな、どっちかっていうと。で今日はね、お題ザデイ。ザデイなんかなこれ。いや俺がザデイであれが。あザデイ、ザデイ。今日ねうちの母ちゃんに撮ってもらったやつ。マジで？うん。結構いいのあるんだわ。びっくりした。上手に撮ったのもね、使えるなと思って全然。だから今日はザデイ。めっちゃ綺麗な波やもんで、昼で、あの午前中と午後からと比べると雲泥の差だよ多分。聞きたくない、ごめんなさい、申し訳ない。なので今日はザデイ、台風1号のうねり到来。台風1号なんていう名前なの、名字わかんない。まあ調べてもらえばわかるよね。だから明日はもう完全にクローズするから、なんでまあ今日入っとって正解かなっていう。波も良かったし、ウェット作ります。シーガル久しぶりに、あのこういうやつのオール 1.5 シールタイプを作っていこうかなって。 TP ってやつ、 TP 極薄 TP1.5mm の黒です。で前回のさ動画なんだけど、あの板修理したとこから始まるんだけどさ、ノーズ折れんかったな、うん、もうこれ多分強度的にもさ、うん、多分大丈夫だわ、うん、よかったよかった、まあ、ということで今日は、うん、午前中親父がいい波を堪能しましたということで、うん、よかったじゃん、はい、ということで今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価。それでは次回動画でお会いしましょう。さよなら。